見えてるのかな、見えてる、はい、はい、皆さんお久しぶりです。アイスラジオの時間です。そのままのあなたが好き。さあ久しぶりの生放送です。はい、この番組はギノワンヒルズ通り FM ギノワン、海の見える素敵なスタジオよりこの後22時26分まで放送いたします。皆様最後までお付き合いください。MC はかなこです。そして、今日のミキサーはですね譲り合ってるキャンさんとキャプテンでーす。よろしくお願いします。イエーイ。工事中の、ビースタ、あ、FM ギノワンが工事中なので、ビースタよりお届けしております。2週間ぶりの生放送で。高間さん、こんばんは。かなりーん、ありがとう。そしてですよ、早速いきますね。今日は、私の、ゲストさんお呼びしております。皆さん見えてますでしょうか？ツイキャスの方は見えてますかね？紹介します。D です。こんばんは。D、こんばんは。こんばんは。さあね、D はね、私の、私、ソウルフル数秘術っていう数秘術を1年間学んだんですよ。で、数秘術は、そのね、最近私も話し、私が自分のことを知るためのツールとして出会ったのが数秘術。そして、それを深く学びたいと思って出会ったのがソウルフル数秘術っていうところなんですよ。で、そこのしのさんっていうね、先生がいるんですけど、前にね、ゲストにも出てもらった、この番組でも出てもらったのが先生。で、私とリーは、おととしの、2022年、2年かな、うん、の1年間、うん、一緒に学んだ仲間です、うん。で、学ぶと言ってもさ、もうね、この1年間はね、もう、毎月ね、絶対こう、みんなで集まって、学びがあるんだけど、もうね、誰か感化が泣いてるわけよね。誰か感化が、もうさ、心震わされて、もう、誰か感化が泣いてる。うん、そんな一年間を共に過ごした仲間です。それではリー、うん、リーにちょっと自己紹介してもらいたいと思います。どうぞ。はい。佐賀県神埼市で、メインはエステサロンを、個人でやってる、リーっていうお店。本当名前の通りなんだけど。そうだね。リーっていうお店をやってるリーです。個人で、なんだ。気ままにっていうか、うん、やってるんだけど、うん、そう、一番、なんだろう、大事にしてるのが、うん、なりたい自分に出会えるサロンっていうので、やってます、うん。ただ、お肌だけ綺麗にするじゃなく、うん、心の中が綺麗になってほしいっていうので、うん、いろいろ、来てくれるお客様もいろいろ話をしてくれて、うん、で、私も、をする。それがすごい楽しくて、うんうん、そんな感じでやってます。そうです。で、一応リーも私もそのソウルフル数秘術で1年間学んで、一応卒業試験も受けたので、ね、一応セッションということもね、自分たちがねできるはいるんですよね。そう、プラクティショナーっていうのはね、ちゃんと持ってます。ちゃんと持ってます。でも私もね、この1年間ぐらいね、プラクティショナーとしてセッションをね、いろんな人に、いろんな人とセッション、いろんな人にセッションをするって、するみたいな。そういうことはね、私も全然やってないんですけど、でもこう、卒業した後も、みんなこう学ぶ場としてね、
つながれてずっと今1年間ずっとまだいるんですよね。はい。うん、そんな中で、やっぱりこう、このラジオ、愛すラジオなので、ね、自分を愛する。そう、私はなんで自分を愛するって、このラジオを始めたかっていうと、やっぱそのソウルフル数秘術で、まず自分を愛そうって、自分 VIP っていうところを学んで、なんじゃそれはっていうところから始まったんだけど、今はさ、本当に自分を愛せるようになってるから、それって大切だなっていうところを届けたくて、このラジオを始めたの。うん。そう。で、みんなね、今週どんな風に自分を愛したのかなっていうこととか、コメントとかあったらください。はい。うん、そして、D はどうですか？最近自分愛してますか？そう、愛せるようになった。それこそ本当に数秘術。うん。うん、で、学んでから少しずつ、少しずつ、愛せるようになって、うん、そう、自分を知るから始めるよね。うん、愛する前に自分を知る、まず。そうそうそう。自分が一番わからないってずーっと思ってきたから。うん。自分わからなかった？そう、わからなかった。自分、人のことはわかるのに、自分のことわからないっていうのが、ずーっとだったけど、うん、で、知るから始まって、うん、愛する。自分を愛するに、愛せるようになってきた。うん、うん、うん。はい、なんか出てくるけどね。そうなんだよね、うん。そう、これ多分一緒のテーマなのかなって思うし、完璧にさ、もう自分を知って、完璧に自分愛せるって、多分まあ、そうそうないんじゃないかなって思ってるけど、その都度その都度、うん、あ、自分って今こうやって感じるんだなって自分を知ってあげて、じゃあ何したいのかなっていうこととかを、そう自分で、自分の心に向き合ってあげて、受け取ってあげたら、うん、多分自分は、多分すごい喜ぶだろうなって、うん、今本当に思う。そう。ね、その通り。ね。そしてさ、私昨日今日とかもちょっとね、まあ結構、そう。私はやっぱりね、自分に自信ないし怖いから、何でも抱え込みすぎてたの。うん。いいお母さんでありたい。いい、うん、いいね、なんだろう。いい、なんか、いい人でありたいとかさ。なんかこう、うん、何を、人から物を頼まれても、キャパいっぱい、キャパオーバーしてるけど、いいよって言ってしまったりとか。うん。それってやっぱり自分に自信がなかったりさ、やっぱ嫌われるのが怖かったりとか、いろんな自分の中のその、あったのを気づかずに、好かれたいし、認められたいから何でもいいよいいよって私言ってたんだなって思って。でもそれが、あ、ありのままの私でも愛されるって分かったし、キャパオーバーだったら自分は今キャパオーバーだよってただ言えばいいことなのに、それも言えなかった。でもなんか自分をやっぱ知っていくと、手放していくっていうことができるようになってきたっていう話を私はちょうどね、今日インスタライブとかでも喋ってたんだけど、さっきちょっとね、リーとね、打ち合わせしてたらね、まさにね、そう、リーもね、最近手放しが降りてきたんだよね。そう、そうなのよ、ほんと。そう。どんな感じで降りてきたの？うん。あのね、寝込んだの。寝込んだ。うん。頭で、もう本当に頭痛い、頭割れる、うん、もう痛すぎて吐くみたいな感じで、うんうん、もう、この中で、あ、でも MMG っていう、なんて言えばいい？ MMG ってね、私たちが2週間に1回ぐらい、今の自分を振り返るみたいな回をね、うん、やってるんですよね。私はちょっとここ2ヶ月ぐらいできてないんですけど、そう、だいたいみんなその、学びを続けてるメンバーでやってる、うん、そういうね、そう、会があって。それ、全体のバージョンのやつがあって、うんうん、に耳だけ参加してたんだけど、うん、本当に、もう、しのさんがその時に、みんな耳だけ参加してるから、うん、してるんだけど、あんまりもう、記憶になくて、うん、自分。だけど、しのさんの、もう、私の子供は、アダルトチルドレンになってもいいっていう手放しができたときに、うん、すごく、もしもアダルトチルドレンになっても、うん、ちゃんと、たくさんいいカウンセラーはいるし、必ず導入できるっていう手放しができたときに、うん、もうすごく楽になったっていうのだけがすごい頭に残って、うんうん、その時に、あ、もう私の人生どうなってもいいや、うん、思う、うん。うん。それが降りてきた。うん。うん、そしたら、すっごい軽くなって、手放せて。うん。うん、
もう私の人生どうなってもいい。どうせうまくいくからっていうの絶対ついてくる。うん。うん、そこ大事だよね。どうせうまくいくんだよね。うん。うん、もう寝てたって、何してたって、うん、うん。よくなるときに絶対になるから、うん。うん、もういろいろ頑張りすぎなくても、うん。かかり込みすぎなくても、もうどうなってもいいやっていうスタンスで、うん。いたら、よくしかならないっていう手放しができて、うん。うん。うん、それすごい楽。もう最強と思って。マリオのスター状態ね。スター状態。てっ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 て。何に当たっても怖くないみたいな。本当だよね。だから本当にこの手放しができるって、すごい怖いじゃん、最初って。うん。手放すのって本当に怖いよね。本当に怖いんだよね。うん。もう、いっぱい手放してきたから、うん、本当に怖くて、泣きながら手放して、うん、でも手放すものが大きければ大きいほど、うん、入ってくるものもその倍以上のものが入ってくるのを知ってるから、そうね、もう、体験してるから。そうそうそう。最初、うん、本当の最初は怖かったけど、一回手放してみると、その手放した空白、うん、ね、あの、余白の部分に新しいものが舞い込んできて、また自分が とても、もうパワーアップしていくっていうのを一回体感ですると、うん、ちょっと手放しは怖くなくなる。あ、じゃあもう一回手放してみようかなっていうちょっと勇気が出て、その繰り返しだよね、うん、何回も手放しと。うん、本当に小さいことをコツコツとみたいな。うん。そうそう。心の手放しもだけど、物の断捨離も本当に、うん、本当に同じように、あの、うん、効果があるよね。うん。服の、いらない服をこう、もうなんだ、リサイクルに出すとか。うん、うん、うん。そうすることで、その空いたクローゼットの隙間に、一着すっごいお気に入りのものが入ってくるとか、あ、に出会えるとか、もう本当に物の断捨離もすごく効果ある。そうね、うん、私物の断捨離苦手なの。そうなの。結構ね、抱え込んでしまう。もう、それでも昔よりは手放せるようになった。やっぱさ、昔はもったいないとか、思い出とかも捨てれなかったの。すがりたかったんだろうね。昔のいい思い出にね。うん、そう。だけど、今があるからいいじゃんって少し思えるようになってきたから、写真とか、うん、そういう思い出の品々は、はい、捨てれるようになりました。うん。そう。もう自分の中に残ってるしね。そうだね。うん。なくても。そうなんだよね。そう、それが怖かったんだよね。なんかね、やっぱ目に見えるもので残しておきたかった、うん、なんか。うん、うん、それはすごいあった、うん、なくちゃならないものは多分あるからね、うんうん、残ってる、なくてない、うん、いいものがちゃんと断捨離になるようになってるから、うんうんうん、そうだね、大丈夫、うん、そうだね、うん、そうだね、ほんと大丈夫って思う、無責任になっても大丈夫と思う。そうだね。ね、こんなね、そういう感じですよ。ちょっと一旦じゃあ CM に行ってみますか。行きますよ。じゃあ一旦 CM 行きまーす。カットゼロで走って BGM を流すんです。あとは3分前で曲を立ち上がります。違うよ。B のトレーナー着てた時もあった。パジャマだね。でもね、D は R だからね。言っとくけど。
はい、今。そうそう。そうだよね。嘘っていうか、あれだよね。なんだろう。我慢っていうかね、そんなんだよね。そうだね、まだスター続けてる。そう、なんかね、どうなりたいんだろう。どうなりたいんだろうな。そっか、自分も、どうなったってうまくいくっていうスタンスだから、今ね。そうだね。焦らなくても、焦りがないし、なんか、今はね、どうなりたい。私、しかできないことで、なんか、なんだろう。人を幸せにしたいとか、自分、私だからできることをやりたい。っていう、ずっとあるかな。D にしかできないことね。D の良さはさ、ね、D にしかないからね。ね、みんなだよね。そう。みんな、それぞれ。そう。うん。私もだからね、宇宙人ってことを自分で認めて、そう、宇宙人でいいんだっていう自分を許してあげて、人にどう思われても、私は宇宙人。なんかね、それをね、やっぱ自分で覚悟を決めて、今生きられるようになってきたら、私にしかできないことが絶対あるはずだって思える、今は。なんか、そうだね。そう。人に見られる姿は、どう見てくれてもいいんだよね。いろんな姿で見てもらっていいし、その人の思うまま私を見てもらって全然いいけど、私は、まあ、自分の思うままに生きてるから、誰にも支配されないし、いいね。そう、誰の思い通りにもならない。どう見てくれてもいいよ、本当にって、そう、いろんな言ってみてって感じ。D はさ、ね、D のね、数比ではね、私は、生まれ持った性質が33って言って宇宙人なんだけど、D はね、8番だよね。そう、8。ね、8はどんな数字ですか？そう、8はね、強いんだよね。そう、強いんだよ。強いんだよ。そう。差が強いんだ。もう私だから。そうなんだよ。もう本当に I am D だから。そうそう。で、私のね、お昼ね、やってる、一緒にラジオやってるカリンって子も8なのよ。強いんだ、これが。8の人はやっぱ強いイメージがやっぱ多い。でもね、やっぱね、強いんだけど、愛があるんだよね、愛はあるっていうのは絶対的で、なんだろうな、もう愛が一番だっていうのは分かってるから、愛がないって何も、ね、愛がない稼ぎなんかしたくないし、そう、だからね、その強さにも、まあ、みんないろいろあるとは思うけど、
強さにも愛ある強さだから、まあ自分では好き。今は気に入ってる。うん。うん、いいね、いいね。今は気に入ってる。昔は否定してた？うん、否定してたっていうか、恐れ多い、そんなみたいな。社長の数字とか言うじゃん、うん、8とかね、うんうん。社長の数字とか、うん、稼ぐ人の数字とか、うんうん。ビジネス的なね。ビジネスの人が好む数字とか、うんうん、すごい、もうそんな恐れ多いみたいな、うん、そんなこと私にはできません。うん、いえいえいえ、みたいな感じだったけど、はいはいはい、そういう否定はないかな、うん、今は。うんうんうん、そう、否定をしないっていうところはいいよね、ほんと。受け入れる。ほんとに。ほんとに。受け入れられてる。うんうん。いやー。ね、どう、なんだっけ、なんだっけ。リーに降りてきた言葉、なんだったっけ。私の人生もどうなってもいい。どうせうまくいくから。そう。どうせうまくいくから。うんそう、どうせうまくいくから ね。考えすぎたってね、うん、どうにもならないんだよね。そうだね。本当にもう、すっごいギューってなっちゃったときは、うん、もう、どうせうまくいくからいいやって、もう本当に無責任に投げ出したらいいと思う。うん。うん、そう。一時無責任になってもいいよね。うん、そうそうそう。絶対ね、ちゃんと、そういうふうに考えてる人は、本当の無責任にはならないから。わかる。うん。そうなんだから、うん。うん。大丈夫。大丈夫。本当大丈夫。うん。わかる、うん。私もね、うん。うん。なんだろうね。無責任、なんだろうね。本当に今、どうにでもなると思ってる。私も本当に。うん。うん。うん、失敗してもいいと思うし、まあ、失敗し、うん本当に失敗怖くなくなった。こうやってラジオをやるのも怖かったし、いろ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 怖かったけど、本当に少しずつ、うん、チャレンジして、失敗して、うん、もう自分で何がどうしたかったの、うん、何がダメだったのみたいなのを繰り返しをして、まあ、少しずつやっぱステップアップできてって、今ではそうやって今は今で楽しくいろんなことをやらせてもらって、うん。そう。すごいよ、花子。すごい、うん、数日やる前から知ってるわけじゃないけど、うん、数日やった一年間、すごい濃厚に、うん、ね、本当にあった、で、リアルであったって回数にしたら本当数えるくらいしかないのに。何回ね ?2、3回だよね。そうだよ。でも、ね、なんだろう。そんな感じは全然なくて、うん、もう中身を知りすぎてるか、その、何そう。ね。そう。だから、本当にもう、すごい、嬉しいんだよね。かな子が活躍することが。でも、本当嬉しい。いや、そう。本当に私、そうさ、本当にこの数ヶ月ね、そのみんなの、そういう学びの場に行けてないけど、うん、でもなんか前だったら、うん、どうせ私なんて行けてないから、うん、みんなも私のこと別に好きじゃないんだろうなとか、うん、勝手に思ってたけど、うん、今そう思わないもん。うん。本当に、何かあったら絶対戻ってもいいと思えるし、みんな助けてくれるって思うし、うん、本当に安心安全な場所ができたの。うん、やっぱり、その、ソウルフル数秘術のメンバーと出会って、うんうん。だから本当にありがたい。本当にありがたいと思うよね。ね、うん、本当に。さあ、今さ、ヤンキチさん。1たす1は2である必要はない。うん。そう。1たす1は3だって4だっていいんだよね。それぞれ、うん、決められた常識に別に乗らなくていいんだよね。うん、そうそうそう。なんかこうね、自分の何、うん、常識、ルール、うん、考え、感覚とかね、うん、感覚とかで生きていけばいいし。うん、そう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 、本当そう思う。秀樹さん、金子さん、寝てなかった、起きてるよ。責任感強すぎると、これ読めない、漢字読めないよ。助けて。読める。不祥。え、なんだこれ。読めない、助けてキャプテンこれ何していると言われるよ秀樹さん、俯瞰だって。ありがとう、高間さん。責任感強すぎると、俯瞰していると言われるよって。宇宙人かな子にはちょっと俯瞰がちょっと。難しいでございますが。そう、でも、
みんなその感じたままさ、自分の思いのまま、少しずつ少しずつ毎日毎日笑顔にするために、自分のね、自分を笑顔にするために食べたいものも食べていいとかね、その時の思いをね大切にして日々過ごしてほしいなと思います。残りね1分半となりました。おー、はい、早い、はい、今日は、佐賀県、うん、リー、うん、あの、あれ、ちょっと、リーの最後、自分のサロンの説明して。はい、佐賀県の佐賀県の神崎市で、はい、エステサロンをやってます。はい、リーっていう名前です。はい。お店が。うん。まあ、ぜひ、佐賀県の方、ぜひ行ってください。インスタも。さあ、インスタもあるから、リーってこんな、ね、こんな可愛いのにね、バイク乗ってるから、めっちゃかっこいいから。そう、ぜひね、見てください、皆さん。バイク女子です。バイク女子です。はい、それでは今日リーありがとう。今日のね、今日ね、突然ね、お願いしてね、 OK 出してくれました。ありがとうございます。それではありがとう、うん、それでは皆さん、また来週お会いしましょう。じゃあまたね、おやすみ。キャプテン来てよ。うん、ありがとね。あっという間に。聞こえてないの。聞こえてない。あ、そうか、うんうん。画面が違うからさ、なんか変な感じがした。どっちがどっちかって感じね。そう、上にもパソコンがあって、ここに、ここが、あの、うん、リーとの目線が合うんだけど、下が。そうか、うんうんうん。そう。皆さんありがとうございます。あ、そう、ワイルド女子、高穂さんがね。そう、リーね、ワイルド女子なんですよ。画面なさい。そう、みんなありがとう。ヤンギさん、今日も楽しかったです。お疲れ、ありがとうございました。今日久しぶりの生放送で、ちょっと、感覚が、おかしかったけど。ありがとう、うん、みんな。よし。うん。OK です。お疲れ様です。おやすみー。